ゆっくりゆっくり。あんまり痩せこびた顔になっちゃってね。うん、心配したほどでね、うん、ね、そうでしょう。アームが2階に上がってくると思ったら、あらららら、様変わりしたかね、うん、ここら、でもあったかいわ、本当にあったかいでしょう。いつまでいいんだって思っていたのと夜、あったかいんだ。いやでも寒いのは寒いですよ、うん、夜なんかは寒い、そんなに、そんなには別にここでずっと見てるわけじゃない。誰もここで見てないから。誰もいねえと思ってそこらで、うん、全然見てはないけど尻まくりしてやんねえな、うん、目そらすから大丈夫、うん、あでも結構あったかくて、うん、お茶とコーヒーとどっちいい？お母ちゃん、お茶、コーヒーか、コーヒー。コーヒー飲んでみる。うん。今日はおじい。飲むか。心配したことでねえな。うん。いや、寒かったのによく行くこともついた。いやいや。
ぶだけでも大変だね。だけど、この木、後ろの杉山の木、これ、ねえ、だね、これは杉？え？杉の木？うん、杉だよ、すごいよね、この木は大きくて、いや久しぶりこう、たまには遊びに来て、お邪魔します。母ちゃんの物置だけど、いやでもあったかいよね。まあね、ここじゃもう端から端まで、あの藁、山に天井まで藁、ママが若い時はここに部屋にしてママはいたんでしょ。こないだ言ってたけど、寝起きはしないけどね、ママの部屋のここの、ママの部屋だったのにって言ってたよ、こないだ。そうか、ママは、変わったんだねって。優しい気持ちは現れてそうな、おかしいな。そんなことない。元気でいろいろくれた。あ、久しぶりこのコーヒー。おいしいよね。
ないけど、でもやっぱり夜中食べたい。夜中で、消しちゃうからね。一分暖房。それはないよ。下に用なかったら来ねえものだ。いやいや、お風呂にも入るし。ああ、お風呂、お風呂があった。うん。時々用事はない。で、行きなかったら、夜まではなんで？なんで？だって用なんか、朝ひっくるげて出た。死んでるのも、夜風呂入りに来て、あら、なんていうようなんだね。そんな白状じゃないんだけど、私時々様子は見に行ってるよ。あ、そうか。なんか話聞いてくれないとか、なんかいろいろあるみたいだけど、私一生懸命やってると思うんだけど話聞いてくれない。うん、誰？え、さっき言ってたじゃん、お母ちゃんは、花井が話聞いてくれないって、そのこと言った。花井に、聞いてるつもりなんだよ。いやー、だけど、あと何年こうやって人の低下関連で生きてられるかなーなんて。夜眠るまでそんなこと考えるようになったね。90だからな。あと2年あるよ。2年だってあっという間だ。もう70代の頃はそんなこと考えたこともなかったけど、本当に、先が見えてくと帰ってくるまで生きていてなぁなんて思ったりさ。生きてられるよ。でもまあ、だって大変だって60、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 
Thank you.
もそういうとこにあるの？どっちにもある。家の台所にもたくさん置いてあるし、冷蔵庫と冷凍庫、どっちにもある。蔵にもある。便利だな、ここまで水道上がってれば。下にあるんですね、水道と。下つって祖母だって。水道があれば、2階じゃなくてもね。あと、でも、流しくらいはできるんだな。料理使って、つるかす、煮炊きするのはどうかな。煮炊きするなら下で、焼きストーブ。そんなと、うちさえ用なくなっちゃうもんね。別に、2世帯でいいんだね。用なくたって、だから、これないよ。当然の向こうだからね。ああ、何回か入ってくからな。別に行かないことないだろ。食べてみたら分かった。何が来るんだって言ったって、やっぱりトイレだよね。いろいろ仕事。
しい。怖いなって。天下のああ、なるほど。そうだね。これはどこにあるよ。あれ？
西の方、あの赤いとこは何あれ？下の方の、あれあのオレンジのシート、シート、シート広げてある。じゃあ庭なんだ。そうそう。あれタイルなの？庭タイルのとこなの？そう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 。タイルのとこにシートが広がってる。だけどその右隣がうちだったらね。あれは軽トラ入って物を置くここ。ああそうか。大家の2階建ての屋根かなと思って。ゆっくりだよ、こうやって。そんなに
。